はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はレクイエムのね、情報が出たということで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。動画投稿されてる時間多分24時ぐらいとかになってる感じかな。ということで、まあ早速見ていきましょう。まあ今回のイベント内容、もうやってる方だったらわかるかなと思うんですが、まあボードゲームで遊んでいくっていうスゴロクゲーみたいな感じです。で、イベント限定の内海エリセを入手しようということで、エリセちゃんが、今回配布サーバントとなっております。で、まあバーって見ていくんですが、開催期間に関しては5月25日から6月8日までということで、約、2週間直帰しあるって感じですね。で、まあストーリーとかいろいろな説明があるんですが、まず1つ目、カルデン放送ライト版でリツイート、7万リツイート達成したんで石12個プレゼントされますよってやつですね。これに関しては26日にプレゼントされるということで、まあ欲しい方必ずゲットしておきましょう。で、次、あ、 CM ですね。確か今 CM 公開されております。すごい綺麗な感じなんで、気になる方はそちらご覧ください。個人的にすげえ好き。はい。で、イベントの進め方、遊戯会で、ボードゲームバトル勃発、勝利の栄光をつかむのはどっちだみたいな感じですね。で、ストーリー進めると、エリセが仮加入できますよって感じです。で、フリークエストでドロップ報酬、フリークエストでドロップ報酬のダイスをゲットできますよってやつですね。今すげえなんかなんていうお越しかハテナだったわ。まあとりあえずフリークエスト回るとダイスが入手できます。これを使うことで、まあ報酬いろいろとゲットできますよっていう形です。で、第一のゲームがこのボードゲームで、それ以降ボーナスクエストとかメインクエストとかがあったりします。現在メインクエストに関しては第2までしか行けないんで、そこだけ注意してください。で、報酬とかあるね。うん。で、次元式です。メインクエストに関して第2の方が25日から始まってる。もう始まってますね。で、第3と第4が、27日、第5と最後のゲームが29、エピローグが5月30となっているんで、まあ、気になる方こちら必ずご覧ください。次元式となっております。で、第1のゲームガッポリーでトークンを集めようということで、ここに書いてあるトークンですね、これを集めていくという形になります。で、マスの見方なんですが、書いてますね。これをちゃんと見ましょう。まず一つ、左下に書いてるこの、ちょっと見にくいかもしれないですが、これがそのマスで獲得できるトークンの数、トークンを獲得するとアイコンが暗くなります。ということで、何度もここ周回していくっていう感じですね。で、次、そのマスで発生するクエストの残り回数、クエストをクリアするとアイコンが黒くなりますって書いていますね。なので、まあ、合計最低でも、まあ、1、2回、もしくは5回行かないといけないってなるんで、そこだけ注意してください。で、ダイスの種類に関しては、ノーマルダイス、1、2、3ダイス、4、5、6、4、5、6ダイス、1ゾロ、2ゾロ、3ゾロのダイスがあるんで、気になる方は、これを使ってやっていくって感じですね。で、ここのやつなんですが、めっちゃ美味しいです、素材。その、なぜかっていうと、5回分、あるんですが、5回分そのマスに止まるだけで、その分の素材を入手することが可能となります。イコール、あれ、これ思った以上に素材美味しいイベントなんじゃないかって思います。実際のところ素材効率だけで言うとマジでいいんじゃないかな。時間効率圧倒的にいいと思う。で、トークンを集めてボーナスクエストを発生させようと。で、ボーナスクエストに関してはこういう感じで、種火が合計30枚、 QP1500、 マナプリ600のイベントのコマンドレースを345で、ボーナスクエスト12から15がエリセの宝具強化用で、スーパーボーナスクエストが1000万 QP もらえるということなんで、必ずここもクリアしておきましょう。特に、宝具強化用のやつは絶対クリアしておいた方がいいかな。で、ミッションの進め方とかあるんですが、とりあえずまあ、ミッション形式ですよと言っているんですが、さっき集めた、ここのトークンですね、トークンを集めることによりストーリーが追加で、いろいろと増えていきます。なので、トークンを集めることを意識してとりあえずやっていけばいいんじゃないかなと思います。で、お得な攻略方法、エリセの経験値獲得2倍になってるよということで、まだ正式加入はできないはずなんですが、正式加入した際ささっと育成しといた方がいいかなと思います。
で、まあ、ボーナスのやつで威力アップとかあるよってやつですね。うん。ここが今回のやつなので、気になる方はちゃんとここ育成しておきましょう。で、なんか個人的にピック2ワンチャンあるんじゃないかなと思ってる。なんかルイ17世とか来るなんか予感が俺ビシビシと来てる。まあ、来ない可能性ももちろんあるんですがね。まあ、なんかそんな感じがあります。で、お得な攻略方法その3ということで、概念霊装がガチャさん概念霊装とイベント概念霊装がありますよってやつですね。イベント概念霊装に関しては自身の攻撃力がアップということで、まあ、周回で使うもよしって感じかな。で、ガチャさん霊装に関してはここら辺のドロップ総数が上がっていくんで、まあ、とりあえず欲しい方は、それつけて周回していけばいいんじゃないかなと思います。で、エリセの紹介文いろいろですね。うん。で、再臨すると、まあ、こうなるよってやつですね。まだハテナですね。で、宝具演出紹介、気になる方はそちらご覧ください。で、イベントアイテムの交換なんですが、まず星5のやつでゲットできるのは、かけら、油、オーロラ、そして概念霊装、セイバー、アサシン、バーサーカーのモニュメント、あとはフォークン。で、星4が見上げた空に、概念霊装と激鱗貝殻種。で、アサシンピース、セイバー、バーサーカー。で、星3が概念霊装と歯車、チリ、牙となっております。その他フォークンとか種火って感じですね。で、こうなった時になんかセイバーとアサシンの再臨素材があるってなった時にピック2の来る可能性は割とあるのかもしれない。うん。なので、まあ本当に今ガチャ引くか迷ってるって方に関してはちょっと待ってみるっていうのもありかなと思います。で、これ特攻霊装ですね。この特攻霊装割と強い。で、ビビラフランス、スター集中度100アップの、味方全体 HP100 回復ということで、まあ、ほどほどに使えるかなっていうぐらいかな。めっちゃ使えるって感じではない。で、第2がスター2個獲得の毒のロイヤケド。どちらかっていうと汎用性高いのはこっちの方かなとなります。で、刻印されたカードに資料特攻 10% 追加。まあそこまで使うことないんですが、まあ、多分、グレイとか、それ以外で言うと千歳につけてあげるといいんじゃないかなと思います。で、アップデート情報って書いてるんですが、これは一度紹介しているんで飛ばさせてもらいます。で、次、ガチャですね。ガチャに関しては、今回、ボイジャーと、鬼女紅葉がピックアップされてますよという形になっております。で、特に日替わりとかはないって感じですね。ボイジャーの性能と、鬼女紅葉の性能ですね。性能解説に関しては、後々に動画上げたいなと思ってるんで、気になる方はそちらご覧ください。で、今回、ミッションスタート。これ、とつったら強いです。はい。ただ、とつれないと、まあ、そこそこかなっていう感じになるんで、もしこのミッションスタート、とつれる方は、とつって損はないかなと思います。で、他の星4、星3に関しては、まあ、そのまんまの性能かなっていう感じかな。で、まあ、フォーリナーの、ボイジャー君と、バーサーカーの、鬼女紅葉なんですが、まあまあ、性能としては、ほどほど普通かなって感じだね。で、ストーリー召喚には追加されませんと書いているんで、両方とも期間限定のサーバントとなっております。期間限定逃したくないっていう方は、この期間中に取っておくっていうのは結構大事かなと思います。うん。ですね、話す内容としてはこの2つで終わりかな。そうだね、終わりですね。うん。で、さっきも言った通りワンチャンね、その、ピック2があります。まあ理由としてはこのセイバーモニュメントとアサシンモニュメント、なんでなんの?ってなったりするからね。ここで、もしかしたら次のピック2、まあ来週に2人ぐらい追加されるっていう可能性もあるんで、もしちょっと今、性能的なことを考えて引くの迷ってるっていう方に関しては、1週間、ガチャに関しては、やめといた方がいいかなと思います。で、もし1週間後出る、出ないにしろ、そうなって1週間経てば、ある程度、性能とかね、ある程度分かってくるっていうのもあったりするんで、そこまで、ある程度待てば、とりあえずいいんじゃないかなと思います。めっちゃある程度っていう言葉使ったね。うん、すいませんでした。ということで、今回、ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆様、ご視聴ありがとうございました。あ、よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。